はい、武人です。今日はバイクのフロントフォークオーバーホールしようと思います。今日お届けするのはこの CBR250R っていうこれバイクなんですけど、ホンダのね、これのフロントフォークのオーバーホールの仕方をお届けしようと思います。まあ、基本的にこのフロントフォークっていうね、前のサスペンションなんですけど、整列っていうタイプと倒立っていうタイプがあります。でこれはまあいわゆる整列、正しく立つっていう整列フロントフォークなんですね。こっちは簡単ですね。で倒立っていうのは倒れて立つって書くんですけど、これね逆にしたような感じですね。こっちが太くて下が細いやつを倒立のフロントフォークって言います。私もプロじゃないんでね、そんな特別うまいわけじゃないんですけど、これからやってみようかなとか思ってる人もですね、ちょっとでも手助けになればなと思って動画を撮っております。はい、それではですね、まず必要なものをご説明しようと思います。まず絶対必要とは言わないまでも、まあ必要なのはこれですね。サービスマニュアルですね。自分で自由人はね、結構自分の持ってるバイクの車種のサービスマニュアル持ってたりすると思うんですけど、まあいろいろ必要になることもありますので、自分のバイクのはね、一冊買っといた方がいいと思います。で次に必要なのはですね、これですね。はい、これなんか注射器ついてるの分かります？でこれでね、これでフロントフォークのオイル、この後オイルを入れるんですけど、最終的にそのオイルを入れた時にどれぐらいの高さまでオイルを入れればいいかっていうのを測るための機械です。これは絶対に必要ですね。これを持ってなければ買ってください。これそんな、お高くないです。2000円ぐらい買えるかな多分ね。これは必ず必要です。そして次はですね、これも絶対必要ですね。フロントフォークのオイル、オイルを抜いて綺麗に中をするんで、必ず新品のオイルが必要です。オイルは必ず買ってくださいね。で次がこれなんですけど、はい、こんなやつです。でこれ何するかっていうと、フロントフォークのシール、まあゴムの部分を入れるのに使う機械です。今回はオイル交換ではなくてオーバーホールということをお届けしようと思ってますので、こういう専用の工具が必要です。フロントフォークのオーバーホールということなんで、各種ですね、これがねシールセットってやつですね。はい、フロントフォークの中のゴミが入るのを防いだりとか、オイルが漏れないようにするためのゴムの製品、これ絶対必要ですね。その他にもですね、後でまあいろいろお届けしようと思いますけど、こういうメタルですね、こういうところが擦れてどんどんへたってくるんでオーバーホールしなきゃいけないんですけど、こういうもの、純正部品各種ですね、これは先に発注しておいてください。バラしちゃってから発注すると、まあ組み上げだったんですね、当たり前ですけど。さっきのサービスマニュアルとかパーツリストって言われるものを見てオーバーホールするにあたってですね、どこの部分を新品にしなきゃいけないのかっていうのをきちんと見て、純正部品を頼んでそれを使ってちゃんとオーバーホールをしてください。それではですね、早速オーバーホールの方を始めていきましょう。はい、久しぶりのバイク動画となりますが、これからですねフロントフォークの方を外していこうと思います。ポイントになるところはね少しありますので、そこは通常のスピードでお届けしようと思います。それじゃあ行きます。はい、というわけでいよいよですね、これはもうここのねネジ2本緩めればスポーンと取れちゃいます。でこれポイントなんですけど、このねネジを緩める前にここなんですけど、ここ固く締まってますから、ここを緩めてから外すのがポイントです。はい、じゃあいきます。
はい、そしたらですね、いよいよネジを外してフロントオークを抜いちゃおうと思います。緩めるネジはここの上のところですね、ここに1箇所、ここに1箇所ありますんで、この2箇所を緩めたらスポーンと落ちていきます。で、必ずね、これ突き出しとかしてる人は何ミリ突き出したのかをちゃんと測ってメモっとかないと分かんなくなっちゃいますから気をつけてください。で、ちょっと測ってからここの2本を外そうと思います。はい、というわけでフロントフォーク2本とも車体から外すことができました。時間にしたらね、15分ぐらいかな。慣れちゃえば外すの簡単です。あっという間に外せますね。じゃあこれを早速中身を分解してオーバーホールしていこうと思います。はい、でこのフロントフォークなんですけど、オーバーホールは1回もしていません。距離でいうと新車で買ってから6700キロサーキット走行ばっかりしている状態です。で、オイルはまあセッティング等々あるんで結構しょっちゅう変えてて、直近だと、まあ冬だったんでね、乗ってなかったのもあるんですが、最近セッティングのために変えたのはモテタイの前ですね。で、そこから時間でいうと15時間サーキットを走行しています。で、距離でだいたい180キロぐらいかな。で、じゃあ普段はね、あんまこのまますぐ捨てちゃうんですけど、今日はここにですね、その15時間180キロ走ったオイルがどれぐらい汚れてるかちょっとね、出して皆さんにお見せしようと思います。はい、じゃあ開きましたんで、ちょっとオイルをね、ここに出してみようと思います。どれぐらい汚れてるかな。あ、綺麗なもんですね、まだまだまだ綺麗っちゃ綺麗だけど、いや、街に乗る分にはね、全然これ問題ないレベルで、もうね、こんなになっちゃいますね。見て、これ。これが15時間の180キロぐらいでこんなになっちゃいます。これ本当はね、後で新品をお見せしますけど、透明で向こう見えるぐらいなんですよね。僕の顔見えないでしょ、これ。ね。わずか15時間180キロでこんなになっちゃいます。で、これ主に汚れなんですけど、鉄のね、ちっちゃいね、